3番は日本における公職選挙で必要とされる3つの要素と言われており、すべて比喩表現に基づく。候補者ポスター掲示場。日本の選挙戦は公式な場の外側で激しい戦いが行われている。看板、政治家名が紛れている街中の広告看板。街中の看板のようによく目立ち、よく知られている候補ほど有利。カバン、 選挙公演は建前日本では選挙で当選するためには地盤、看板、カバンの三つの番が必要であるとされている。理想としては政治家は優れた政策や資質、能力で選ばれるべきとされているが、日本では実際の当落は公演組織の充実度、知名度の有無、選挙資金の高や集金力の多少に依存している場合が多く、 これを揶揄する文脈で用いられることが多い。政治家、予定候補者が定着して活動していて、一定の支持者を持つ地区、より具体的には選挙区内の支持者の組織を指す。地盤は硬い方が良いため、支持が強固な様子を地盤が固い、その地域を固い地盤と例える。規制の組織や個人の関係を軸として選挙区内の支持者が、 組織化される場合が多い。支持者の組織は選挙運動において第三者に投票を依頼するなど実際に選挙運動を担う人員ともなる。これを足腰と言ったりするなど、地盤を養う行為を地盤培養行為と呼ぶ。これは建前上地盤とする選挙区で普段から有権者と接触し、政権その他を周知する行為とされるが、 選挙での指示を期待して行われることがある。具体的には公示前の個別訪問である。公職選挙法で個別訪問は禁止されているが、地盤培養行為は公職選挙法上の選挙運動とみなされないため行えるもので、なおかつ個別訪問と位置づけて法的リスクを回避し、選挙期間中には行わない。さらに地盤が乏しい候補の場合は、 選挙期間前にわざわざ複数の団体に入会してまで人脈を増やすことすら行われており、個人の関係においても選挙期間前に映画館や祭事など選挙区内の人が集まる場所に出かけ先ほどまで見知らぬ人であった人に名刺を差し出してゼロから人間関係を作ることすら珍しくない。連中にも頭を下げると言われるゆえんである。 こうした形で選挙を有利に進めようとするやり方を、ドブイタ選挙と呼ぶ。その他、講演会活動も、事前運動とみなされないため、同様の行為が行われることがある。講演会の場合は、入会の手続き、会員間の内部連絡の体裁をとり、無差別には行わない。知名度、看板のように支柱に知られている例え、あるいはそのイメージキャラクターに採用されるような、 有名人。日本では選挙用広告に制限がある。従って、どの候補者も、公平であるとされてはいるが、芸能人、文化人、スポーツ選手、地元有名企業の社長、他選者、世襲候補、旧藩主家出身者等はそもそも知名度が高く、初めから有利である。看板のない候補は、自分の存在と名前を知らせる必要が生じ、不利となる。選挙資金。 札束がたくさん入ったカバンをイメージしたたとえ、選挙公営にもかかわらず資金がいるとされる主な理由は、高額な供託金のほか、選挙期間前に行われる事実上の選挙対策に必要な事務所経費、交通費や講演会活動費などがある。その他、立候補するために退職すると落選した場合、無収入となるリスクがあり、資金があるか、 最終職に心配のない組織型候補が出やすい。中には金を渡して自分に投票させようとするなどの違法行為に走る候補者すら存在した。いわゆる世襲候補の場合、親から受け継いだ講演会、親議員の知名度、そして親の資産と3番がすべて備わっており、他の新人候補と比べて有利に選挙に臨める条件が揃っている。タレント候補の場合は、 地盤は希薄である場合もあるが、知名度と資金力、特に知名度が高いため、組織型選挙では難しいとされる無党派層の獲得を中心とした都市型選挙に強い傾向がある。この場合は必ずしも3番を必要としない。落下3候補の場合、3番の中で特に地盤が充実していない例がほとんどである。ただし、落下3候補は知名度や資金など、 他の要素で地盤の不足を補いールとの木算のもとに擁立されることが多い。一方、売名行為ではないかと公然と囁かれるような常連法末候補などは知名度こそ高いが、その場合の知名度はほとんどを得票効果を持っていない。また、近年では無党派層の増加や選挙時の社会の動向などで選挙結果が大きく左右され、 3番のある候補が当選しない例も少なからず出ており、遅延が強いとされるような地域でも3番さえあれば、政策や優れた能力は二の次で良いとは言い難い。情勢にあり、今後の選挙の見通しとしては不透明な部分がある。ありがとうございます。